福岡県の服部知事は20日に期限を迎えるまん延防止等重点措置について現状では解除が難しいとする考えを示しました。現在のような感染が高止まりという状況が続くとすれば、この措置の解除というなかなか難しいのではないというふうに思います。服部知事は今朝、20日に期限を迎えるまん延防止措置の解除は現状では難しいと話しました。福岡県内では今日4659人の新規感染者が確認され、昨日に続き2日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。一方で最新の病床使用率は 80% に迫る 78.1% で、依然医療提供体制の逼迫が続いています。県はまん延防止措置の延長を国に要請するかについて週明けにも判断したいとしています。また県は先ほど3連休を含む明日から14日までの間、福岡市内の医療機関に34床の酸素投与ステーションを設置すると発表しました。入院して酸素の投与が必要な感染者が自宅待機にならないようにするためとしています。